ロフェルドでございますね。非常にコンパクトですけど、もういろんな機能が詰まってて、でしかも音も良くてですね、操作もしやすいという感じですけども、ちょっといろんな音色を紹介してみたいと思いますね。ここでね、このつまみで音色をいろいろ切り替えることができます。まあいろんな音色が入ってるんですけど、便利なのがね、ちょっと画面に寄ってもらえますかね。このカテゴリーフィルターってやつ、このカテゴリーフィルターをこういろいろ合わせるとね、例えばベースに合わせてやると、今度はベースだけがここに現れてきます、ね、ちょっといろんなの見てみましょうか、例えば FX サウンドエフェクトかな、これな。面白いですね、例えばキーってやると、キーボードグループかな、これね。あ、オルガンね。あ、エレピっぽいのもありますね。まあ、オフにすると、まあ、順番に選べるって感じですね。まあ、バンクが全部で ABCDEFGH とあって、いろんな音色がありますけど、じゃあね、ちょっとこの音色で、まあ、これ、私が作った音色ですけど、まあ、リード系ですね、俗に言うね。で、じゃあ、ね、このつまみ、このパネルの部分、これマトリックスになってますけど、これがどういう働きをするかっていうのをちょっと見てみましょうか。まず、例えばカットオフ。これ、わかりやすいですね。画面見てもらうと、ね、カットオフ、カットオフわかりますね。隣はレゾナンスですけど、レゾナンス上げると、こんな感じで変わりますね。で、例えばエンベロープフィルター、まあ、まさにこの画面でエディットできるのはよくわかりますね。この LFO がね、面白くてですね、結構で、このマトリックスでいろいろ変えられるんですけど、例えばマトリ今、こうなってますけど、例えば LFO の1でピッチが動いてますね。で、これでLFO のこの形をこうスピード変えてみましょうか。ね、面白いですね。もちろんシェイプも変わりますよ。サインですけど、トライアングルにしたりとか、スクエアにしたりとか、こういろいろ変えることができるわけですね。まあ、このマトリックスで非常にわかりやすくできてるんで、とても面白く使えるんじゃないかなと思いますね。やっぱりアナログシンセサイザーならではって感じが、しますけども、私もね、非常に、こう使ってみてね、かなり使いやすいなという感じが、してますね。それでは、一つちょっと音色を選んで、私の気に入った音色がありましてですね、この89番のライジングサンっていう音。これね、ご機嫌なんですよ、はっきり言って。これを使ってね、途中でいろいろこの中身を切り替えながら、どんどんやっていってみたいと思いますんで、ちょっと聞いてみてください。